トラ展望台は大韓民国系軌道派衆市長端面にある韓国軍管理課の展望台。展望台真下に軍事境界線の南方限界線があり、海上工業団地や朝鮮民主主義、人民共和国による宣伝村などが一望できる。北朝鮮が一望できるが、写真撮影には次のような制限がある。展望台の建物内からの撮影は、 近視展望台の外も、平から2メートル以上離れた場所からのみ、撮影可能現在の展望台が、老朽化し、手狭になっていることから、近隣に新たな展望台を建設し、2018年10月22日に移転した。新展望台では、従前のような写真撮影の制限はなくなった。展望台内部は、全面がラス張りになっており、 外がよく見渡せるようになっている。また、ここで、韓国軍の兵士から説明を日本語で聞くことができる。前述した通り、展望台以北は、非武装地帯である。そのため、北側の兵は高めに作られている。非武装地帯は見渡す限り原野が広がっている。北朝鮮側も晴れていればよく見え、また望遠鏡で見ると、北朝鮮の国旗も見える。また、天候が良ければ、 双眼鏡を通してながら、高男山の近日成像まで見ることができる。展望台は民間人統制区域内のため無許可で入ることはできない。そのため一般に行われている DMZ ツアーに参加する形で入ることが必要になるツアーの項目参照。ありがとうございます。